さあ始まりましたマリオカート8デラックス、実況は私ニクが務めさせていただきます。はい、スイーツキャニオンですね。スタートダッシュも華麗に決めていくと、まあ、後ろも見て人数も把握して、まあ、ここアイテムが割れないと、割れないコインを取りたいところですが、ロイの赤が邪魔ですね。はい、コインが取れずに前へ出てしまいましたね。これ後ろの赤が非常に怖いので、アウトによってコインを取ることにしましたね。1枚2枚3枚4枚取れていくと、まあ、コイン6枚上々ですね。でここダブルが取れていくと、まあここ水中がねあんまりないからスケルトンが生きないんですが、悪い字とこれは高め合ってスピードを出していくと、赤を消して緑が飛んでくるが、悪い字が受ける。これキノコでショートカットを決めたいところですが、ミーが邪魔、非常に邪魔。ミドさんを展開して1位に出ることができました。それを見て悪い字はまあ避けましたね。で裏のアイテムが、まあこれはコインでしょうね。はい、コインですね。これちょっと裏が弱いので、まあ、アイテム交換しようにもミドさんが強いので、まあこのまま行こうって感じですね。水中がもうちょっとあったらここのコーススケルトンが輝くんですが、まあ、今回は左ルートと、ドリフトがちょっと遅れましたね。はい、ここはしっかり、ミニターボ貯めて、ここもミニターボですね。 SMT はちょっとたまらないというか、赤が飛んでいきますが、なんかどっか行っちゃいましたね、赤。で、ここでトゲが飛んできてしまうと。ミドさんはこれ割れてしまうので、全投げして、1個飛んできましたね。1個これ、敵かな？で、後ろからももう1個飛んでくる。それを避けていく。まあ、ここアイテム割りますが、まあ、コインでしょうね。さっきコインを使わずに取っておけばよかったんですが、まあ、焦って連打してしまったんでしょうね。はい。ここで、後ろが赤持ってたら非常にまずいんですが、悪いじゃあ、どうやら赤を持っていないようですね。まあ、持ってたらここ投げてくるタイミングなんで。はい、テレサにコインを奪われてしまうが、緑を持っていると。緑、ケツにつけましたね。もうトゲは来ないだろう読み、ケツ付けですね。はい、赤が飛んでいきますが、緑でカバーと。で、最後コインを使って、ショートカットしてくるが、それを抑えて1位と。はい、1位取ることができましたね。気持ちのいい1レース目でした。あ、トゲが2個目飛んできましたね。これもうちょっとチンタラしてたら、まあ当たっちゃってましたね。はい、レート9335からスタートですね。はい、第2レース目、もう始まってましたね。ここはピーチサーキット、150ですね。またアイテムが取れないと。スケルトン、ロゼッタだとね、初速のスピードが遅くて、アイテム奪われがちですね。はい、このドンキのバナナが邪魔すぎて今ブレーキめっちゃかけましたね。はい、ダブルが取れていくと。で、コインは1枚だけ取れる。2枚取れましたね。あのバナナが邪魔なんで、早く抜かしたいところですね。まあ、アイテムはなかなか強いですね。キノさん、危な！危な！キノさん、キノさん赤コーラなので。はい、これはまあ、前抜かした方が良さそうですね。って思ったら、あ、抜かしましたね、ちゃんと。はい、キノコ2個と使って、で、3位で赤コーラ1個と。カロンはこれブレーキ踏んだ感じですかね、それともラグかな。なんかカロン停止してましたね。はい、こっちも被弾してしまい、でもコインが5枚9位なんで、まあ、9位をキープしようという感じですね。ここなので、ああミニターボ解放しないでゆっくり行こうとしたら、まあミドさんに当たってしまうと。はい、 FB は避ける、ミドさん緑も避ける、ダブルは取れないと。はい、ビリなんでここ非常に難しいところなんですが、まあ、コインが4枚なのでね、しっかりとコイン取りたいんですけど、コインが5枚、下の2枚を取れますね。取れましたね。あ、前がまたダブルを取ったので、ダブル取れないですね。で、ここスターちょっと吐くの早いなと思ったんですけど、まあ今日は天気が悪いようで、サンダーが降りました。ここで一気に前へ、進みたいところですね。コインも10枚、道端で取れたので、はい、2人やっていく、3位で御堂2と。まあまあいいんじゃないですかね。で、前に FB 全投げしてくれたので、結構投げやすいと。はい、スナイプ成功しました。ドンキーをやっていく。ここニスク行かなかったのは、多分ワリオとぶつかりたくなかったんでしょうね。安定を取って、通常のルートに行きました。これダブル防御、強いですね。あ、これミスなんでちょっと見ないでください。最低なミスしましたね。ここの減速ちょっと痛いと思うんだけど。で、まあ、トゲも飛んだし、まあ、トゲは来ないだろう。サンダーはもっと来ないだろうと。おっと、ここで凝固、キノコが落ちていると。これでショートカットも封じて、まあ、1位でゴールと。テレサにも甲羅を取られてしまいましたが、ダブル防御だったので問題ないと。あ、トゲ来ましたね。
結構トゲ2個来るパターンが多いですね。はい、またまた1位で終わることができましたと。じゃあお次は3レース目です。はい、ワリオスタジアムで、いや、あれですね、さっきの2レース目の続きですね。これ1位でスタートしてるので、いやー、ワリオスタジアムはね、上手い人はめっちゃ速いんですけどちょっと語彙力、ボキャブラリーがないな、この実況者。はい、コインスタート1枚、あ、1枚しか取れないと。まあ、コイン切りましたね、ここは。スピードを出したかったんでしょうね。まあ、1位スタートでコインがないということもあって、ここ押されるが、まあ、しっかりと4つ目までダッシュ盤乗れると。1枚だけ取って、あ、赤、ケツにつけた瞬間、これ吸われちゃいましたね。ここもコイン取っていきたいんですが、あー、どっちも取れずと。危ない、ここは押されるも、まあ、落ちないと。はい、ここはダブルを取りたいところなんですが、ラインミスですね、これは。一つしか取れませんでした。まあ、赤は強いので、まあいいですね、これは。まあ、あの悪い位置やってもよかったんですけど、まあ、ここは安定を取って防御に回しましたね。はい、ここで二つ目を割っていくと。まあ、悪い位置選手もあれ、ケツになんか緑コーラあったので、まあ、投げなくてよかったですね。で、あれは何でしょうね。クラクションかな？ボムか。どっちか吐かせようと思って、多分これ、前投げしますね。で、バナさん展開。アイテム取る。まあ、ここのゲソはどうでもいい。と。ワレイジ選手、ここでボム兵持っていますね。ラインをずらしたいところですが、間に合わずと。というか、後ろからこれ投げられましたね、ボムを。後ろから投げるのと、前が設置したので、2つ食らってしまいました。はい、9位まで出てしまうと。11人なので、まあ、9位は、ケツから3番目ってところですね。キノサンスター。まあ、サンダー回避すればワンチャンってところでしょうか。ワリオスタジアムは結構、前張りのコースだと思っているので。いや、後ろからの打開はかなり厳しいところですね。スターで緑コーラも弾いていく。ボム兵も弾いていく。トゲが飛んでいく。ここ、キノさんで5位はなかなか強いと思ったら、前の4人が一気にトゲで死んでいく。キノさん保持で1位に躍り出ましたね。はい、ここはミニターボ解放せずになんか無茶してますね。キノにプラスコインと。まあ、裏非常に弱いんですけど、まあ、キノにが強いと。最後のあの水中で1個使いたいので適当に1個使いたいですね。と思ったらキノコ使わないですね。ここで2個使おうって感じですね。はい、安定して、コイン使ってフィニッシュと。はい、あのトゲで4人やれたのが非常にでかいですね。まあ道が8デラックスは狭いのでトゲの被害を食らいやすいということで。はい、キノさん保持が正解でしたね。またまた1位で終わることができました。はい、第4レース目、パックン、パックン、なんだっけ、ここ。あ、やべ、飛んじゃった。はい。150cc ですね。スタートダッシュも決めていくと。まあ、後ろは3人。9位スタートかな ?8 位スタートですね。まあ、ここはね、まあ、最後のショートカットに、最後のショートカット用にキノコを取っていくかが非常に重要だと思うんですけど、まあ、アイテムがダブル取れましたね。ここは、かなりいいラインが取れたんではないのかと。ここインつきすぎたんですが、小ジャンプで回避していくと。ここの判断ナイスですね。で、そのバナさんは嫌だと。避けましたね。ラインを変えましたね。まあ、ここちょっとコイン取ろうか迷ってますが、まあ、コインを取ることを選択しました。4枚取れて9枚と。で、ここで1枚取って、ダブルを取って、3位に躍り出ましたね。前の方、あれ、ボムですかね。あ、キノコでしたね。で、ここで空中でクラクションを鳴らされてしまうと。まあ、でもキノコが2個あるので、リカバリーは効きますね。はい、コイン8枚と。まあ、なかなかいい展開だと思います。と思ったら、キノコを取られてしまうと。ここ、キノコちょっと取られるの嫌ですね。お、赤、即投げしてくれました。ここで1位が変わります。悪い1、悪い1、ロゼッタと。はい、バナさん展開。なかなか強いですね。まあ、ショートカットのところに置けたりすればいいのかなと思ってます。バナに赤1。コインが7枚と。いやー、これは平行線結構不毛な戦いになってしまいそうなので、ここら辺でキノコを取っていきたいですね。アイテムを交換するかどうかなんですが、交換しませんね。防御を優先しました。はい。12位の方が結構遅れてるので、ここら辺でサンダーが降るんではないかと思われます。はい。悪い位置に触ってしまったので、バナナが1個取れていく。まあ、ここは交換ですね。あーっと取れない。一人上がってきて4位になってしまいましたね。で、ここでアイテム1個取れる。まあ、キノコ集団潰したいので、これ赤投げようと考えてますね。赤2位取れたので、1個投げる。あー、これは FB が当たらない。オッケーオッケーオッケー。で、もう1個投げて、キノコでブーストしたが、使
った直後に赤が当たったので、そのブースト分がなくなったって感じですね。これ非常に2位でキノコ1個保持、結構でかいですね。でトゲが飛んでいくと、トゲの被害を食らわずに1位でキノコを持って躍り出ると、はい、防御も確定させていく。ここはキノコを早めに使って防御を確定させて1位でゴールと。今日テレサに取られるの多いですね。はい、キノピオ選手が2位に漁夫してきた感じですかね。1位ロゼッタ、2位キノピオ、3位ワルイジでフィニッシュと。はい、4レースとも1位で終わることができました。はい、ここからはおまけの1レースということで、これ1位スタートしてるんですけど、あの1個前のレースビッグブルーで1位取ったんですけど、録画ができてなくて、あの悔しくて今走ってますね。はい、ミド1位はまあケツにつけて、まあここは結構滑るのでね、ドリフトのテクニックが必要になってくるんですが、ここは上を選択と。で下行くか上行くかなんですけど、上を選択と。コインを取られてしまう。ダッシュ板も乗れない。上来た意味ないですね、これ。これ SMT 貯めようか悩んでますが、まあ一回ミニターボ解放して、安全に行きましたね。ダブルは取れないと。はい、赤1。ここはまあ下ルートを取るんですが、上の重力に引っ張られてしまう。右左迷ってたらもうぶつかってしまう。これ最悪ですね。これはもう八つ当たりで赤投げましたね、今。はい、10位でアイテムなし。ミニターボもたまらないと。コインも1枚。これもうダメじゃね？終わりじゃね？って思って、まあアイテムを取ります。まあ必死に上に上がろうとしてますね。キノさん。まあダッシュ板を乗らずにキノコを2個使って、まあ次のあのショートカットで1個使おうって感じですね。はい、ここ真ん中ルート非常に混んでますが、まあ突き進むと。ボム兵があったらどうするんだと。はい、アイテム取れない。ここはジャンプアクション。コントローラー一生懸命振ってますね。はい、木にはぶつからずにライン調整をしていく。いいですね。と思ったら木にぶつかりましたね。よろしくない。ここでダブルを取れたと思ったら先に割られてしまいましたね。で、ダッシュ板、違う、ジャンプ台に乗れると。コイン4枚。コインが取れない。コイン取りたいですね。5枚。まあ、コイン5枚、6枚だったらまあ、許容範囲ですかね。ここでダブルしっかり割れるのは偉い。3位でミド4ですね。まあ、ここ、ミドさん強いので、一個前に投げようか、後ろに投げようかと迷っているところ、一つ適当に投げたら、2位の人に当たると、そしたら、ブメを食らってしまいましたね。まあ、でも、ダブル潰せたのはかなりでかい。後続に負荷をかけられると。あ、ミドさん、クラクション、これ強いですね。あ、当たりましたね、キノピオに。ですが、ショートカットの悪い位置を潰そうと思ったら潰せないが、緑で潰れていくと。まあ、2位まで上がれたのは、あの状況で2位まで上がれたのはいいんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。9486でフィニッシュと。